どうも、ふうふうです。ということで、今回は、サムネイルにあった箱の中から脱出していこうかなと思います。お、足だ。なんだこれ。水中移動と耐久力。なるほど。まあ、なんか基本は脱出マップってよりかは、まあ、アスレチックを結構するらしいんだよね。あ、迷路だ。普通に間違えたわ。すごい。え?最初から、割と難しめな迷路だ。お、なんか、コマンドブロックある。ここで、じゃあ大丈夫なのかな?あ、スポーンポイントってことは合ってるね。2ステージ目に行きました。これなんだ?次は、どうやら、この大釜の水を空にする方法を探すらしい。え?ちょ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 。あ、減ってない水。なるほど。自分に火つけて、あ、すごい減ってる。だから、こうやって水を減らせばいいんだな。どうだ?あ!開いた!俺この方法知らなかったわ。やった!あ、これアスレチックだ。あ、このアスレチック、割と難しいかもしれん。うわ、ガラスだから細いし、ちょっと色が同化して見にくいわ。上、大丈夫。で、これ、なんだろうね。あ、こっちはまだ行けねえか。え?あ、ここだな。ここ行ってから、こう行って。よし!順調!ほっ!オッケー!で、これで、そこ。オッケー、これでここを登れるようになったから、こっからどっか行くんだよな。あ、まだここか。さらに上に上がっていく。あぶねえ怖ーい。よいしょ。これでまた上になんかあるね。押せねえか。いや、どこだ?ここ行って、ん?どこ?わかった。あった。ここだ。やだ、一個。ほっ!あぶねえ。で、またここ。これね、チェックポイントっていうか、落ちてもここから登れるようになるからね。で、あるね、ここに。よいしょー!ほっ!ほっ!よし!一応、あ、まあ、いいや、金は。よし、これで、スポーンポイント。なんか、使ったらあれだから、金取ってきたわ。よし、これで、こっから、始まれってことだね。ちょっと待って。え?どういうこと?これで、エリトラでどんどん降りて、そこか!そこ、待って。ダメか。え、でもこっから、あ、いけたわ。よーし!これは、あ、スライムブロックとかで上に上がってくんだ。次どこ行けばいいんだ?ほ、そこ?あ、オッケー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 。乗れたわ。で、ここか。え、なにこれ?よいしょ。うわあ、そっちに行くはずだったんだな。よいしょ、オッケー。これで、上に上がって、あ、矢印書いてある。なんて?あ、あのはしごに登るらしい。ええー、ちょっと待って。これ、スレイブロック使うよな、多分。使う?あっぶねー!よかったー!で?ぴょん。オッケー、ここに乗って、あ、なるほど。あのスライムブロックを跳ねて、ここにあったー!はしご!よし、これで、ステージ進みましたね。これなんか全部で9個ステージがあるらしいね。よ、これスライムブロックなんだ。あ、問題だね。マインクラフトには、なんか、どれぐらい階段があるかっていうことなんだけど、わからん。30、25、35、31なんだけど、多分ね、これね、30か31なんだよね。問題の作り方的に。31、左を選ぶ。合ってる?合ってるの?すげえ!まだあるのか!ああ、これさっき言った部屋じゃん、奥。アンドハウメニスラブ。あ、これ多分、え?半ブロックってことかな?ってことは、34! ええー、合ってんの?え、ちょっと待って!え、これはわかんない。全部が正解なのかもしれん。え、これ本当に合ってる?あ、でも来てる。え、すげえ、今のマジで適当なんだけど、さっきも2問とも。やったー。ということで、なんかパスワード的なのがあるね。え、なんかどっか行く。どうやら、ま、でもどっかに隠されているはず。あるね、ありました。これだ。奥に書いてあるね。右下、右、左上ね。右下、右、左、待って、これさ、反対になるのかな?まあいいや。ちょっと一回やってみるか。左、右上、上。あー、ちょっと違うね。ん?ちょっと全部、
そう。あ、いた。全部逆だったわ。よし、これで。うわあ、これは多分回路をなんか組むのかな。だからちょっとレバーとかがあるはず。あったね。これで。俺マジでこういう系詳しくないんよ。適当に全部レバーつけときゃいっか。お、あ、ようわからんけどいったー。あっつ、あっつい。なんかすげえよくわからなかった。迷路？しかも、火の迷路は一番たちが悪いって。あ、これ、これ来たんじゃない？これ来たんじゃない？あったー！よし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 。だいぶね、上まで、今ね、喜びとともにマグマに突っ込んでいったけど、うわー、実はまだある。実はまだある。さっき左だったから、ここで、ね、フェイントでね、きっと右にあると思うんですよ。こことかね。よし！見つけた。おーっと、なんだここ。え、バリアブロックだよね。あ、あ、だよね。ちょっと待って、スポンポイント押したい。あ、ここから、穴が開いてる部分を探せっていうことだけど、今落ちたね、これ。なるほど。こうやって駆け巡れば、落ちるんじゃない？シュッ！オッケー！落ちた。すっげえ早かったけどね。もうすぐ終わったわ。で？あ、これもしかして、出たー！透明なアスレチックですね。だから、こうやって、なるほど。こっちから行くのか。こっから。よいしょ。はい。いいぞ。いいぞ。もう一回。ほっ、オッケー。ということで、次はなんだこれ。え？水を上がってく？魚みたいなことしてんじゃん、俺。え？あ、違う？あ、この上にもまた透明なアスレがあるのね。なるほどね。こうやって、ほっ、で、あ、いった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 、あ、ほっ、オッケー、で、下に下がる、オッケー、なんだここ、上に行く。なるほど、逆ドロッパーみたいな感じか。よし、これで上に登ればゴールとかないかな。あってほしいな。で、え、どこだどこだ、こっちか。やばい、時間が切れる。オッケー。で、ここは、おー。いやー、割と長かった。ちょっとアスレチックが難しかったかな。ってことで、やってみたい方はぜひ概要欄にマップ貼っとくんでね、やってみてください。ってことで、次回見てください。じゃな。